はい、それではですね、早速ですね、あ、そうだそうだね、今夜のゲストさんにもね、メールいただけたら嬉しいなということでございましてですね、メールアドレスを申し上げておきましょう。メールアドレスは99@siga.tv、 数字の99@siga.tv、 あなたからのメールをお待ちしております。はい、お待たせいたしました。今夜のゲストはギタリストハイさんです。はい、どうも皆さん、ハイさんです。ねえ、本当にね、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。でもないか。でもないですね。でもないね。先日はありがとうございました、ね、本当にね、あのカフェ、もちろんギタリストハイさんであり、はい、ね、カフェローズのね、はい、役職は何ですか。役職はどういうとこ、まあプロデューサー、ミュージックマネージャー。かっこいいね、ミュージックマネージャー。言っちゃった。言っちゃった。オーナーは？オーナーは K です。K さんね。はい。はい、ということで、先日もですね、ちょっとうとうとと居眠りにね、寄せてもらおうとね、はい、全然寝なかったんですけど、はい、ね、はい、ありがとうございます。お邪魔いたしましてですね、本当いいお店ですね。いや、本当にありがとうございます。もう本当にね、カフェローズさんの話で盛り上がりそうだね。だいたいギタリストハイさんですって言うといてさ、カフェローズさんの話になるのかいということでございましてですね、まあ、いつもはね、はい、本当、まあ、ハイさんはね、はい、もうね、毎年っていうかね、本当去年も一昨年も大変お世話になって、はい、このね、はい、ミュージックボックスもね、はい、遊びに来ていただいて、はい、もう特の拙いギターをですね、ちょっとでも上達するようにと、はい、ね、自分でももうハイさんと出会ってからね、はい、なんかやっぱこの、こう考え方、はい、今まで、割とこうさりげなく、はい、何気なくこうね押さえてた、ギターのコードであり、はいはい、弾き方がね、あ、そういえばハイさんにこんなこと言われたななんてね、はいはい、ふと気づく時あるんですよ、なんだって1日3分間はギター触らないとハイちゃんに怒られちゃうから。いや、怒らないですけど。怒らないね。怒らないですけど、3分はいいよね、はい、そうですね、3分がいいです、まあ、そんなね、ギターの講師をされてるハイさん、はい、そしてまたあの背景っていうね、はい、ユニットで、いろんなライブをされてるハイさん、はい、そしてカフェローズのオーナーのハイさん、ケイさんと、ミュージックマネージャーマネージャーの、ハイさん、ハイさん、ね、いろんな顔を、そうですね、そしてピアノの調律師、そうですね、ね、はい、本当音楽にどっぷりだね。そうですね、ね、本当に、いや、いつだったっけハイさんの、はいはい、そう、7日の日もハイさんのね、はい、ね、5月7日、はい、8日とね、プレオープンをされて、はいはい、まあ、その時5月7日ね、はい、天のサイモンさんという方と、はい、私ミュージトクも、はい、出させていただいて、はい、ありがとうございます。で、ハイさん、ハイさん、ハイシーだね。そうですね、その時はハイシーですね。ハイシーで、はい、出演されてる、はい、ね、まあ、ハイシーっていうのユニットでね、はい、2人のいい男2人でね、こうツインギターでね、ツインギターでですね、うん、はい、いいですねあれね。そうですね、うん、もうなんとなくもう、はい、プレオープンだけやってこうハイさんのねこう緊張ぶりがね、伝わってきてね、はい、頑張れハイさんなんてね、むっちゃ緊張しましたよ。いや、あれはね、はい、見てる人みんなね、はい、やっぱりこう注目するね、注目、応援、心の中で応援しちゃう ね、頑張れっていう気持ちがすごく伝わってくるので、頑張れってね、こうね、うん、閉じちゃダメだぞなんてね、思いながら、僕らは分かんないんだけどね、聞いてる方はね、うん、そういうことで、まあ、いろんな顔を持つハイさんでございますね、はい、はい、それでもうどうなん、もちろんはい、ギターの教室の方は1週間に何日ぐらい。そうですね、一応ローズの方へは、うん、水道日と水道日と言ってる感じになるので、今日水曜日だよ。今日水曜日ですね、うん、今日は
ちょっと今日はいいんだ、はい、フリーデーだ、フリーデーなんですけど、なるほど、なるほど、はい、うん、でそれ以外の日で、レッスンをさせてもらってる形になります。まあ、土曜日もあの、うん、午前中とかちょっとお昼過ぎぐらいまでレッスンさせてもらったりしてるんですけど、まあ、土曜日は夕方から土日は ね、はい、ライブがあるからね。そうですね、うん、はい、そうかそうか。じゃあでもほらたくさんのお生徒さんだし、またほらいずれ近いうちにカフェローズさんにこうね、はい、オープンマイクかなんかの時に、はい、飛びでこう出られる方もいらっしゃるんでしょ。はい、ね、ね、うん、今月、まあ、今月もまたあのオープンマイクさせてもらうんですけど、はいはいはい、はい、ね、皆さんに集っていただいて、ね、うんうん、あのたくさん歌ってもらえるとありがたいかなと思います、うん、やっぱりそうだね、楽しいよね、はいはい、うん、どっちかなら僕らはこう、ね、ライブやって、はい、その本当にこうミュージシャンじゃないお客さん、はいはい、いわゆる本当のお客さんをこう来ていただいて聞いてもらうから、はいはい、より一生懸命、ね、はい、心を伝えようってい こう演奏をするじゃないですか、はい、で、オープンマイクこの間寄せてもらってもね、はい、やっぱ、こう非常に 歌が好きで、はい、ね、そういう方の集まりですよね、なりますね、はい、みんなお上手な方ばっかりだし、どうも僕オープンマイクって苦手なんで、そうなんですか、なんとなくね、なんとなくこう気持ちが入らないんですよ。ああ。とは一人でも二人でも三人でも四人でも十人でも、その本当にこのお客さん、はいはい、きついなお客さんがいらっしゃったら、やっぱハートが入れやすくなる、はいはい、うん、だからどうしてもオープンマイクはね、この間ももちろんね、仕事の、ね、途中でねこうやらせてもらって、親切な方がいいよ僕のギター弾いていいよなんて言われたんですけど、どうもちょっとね、どうもこうね、なんとなくという感じ、まあ、今度はね、またオープンマイクされた時にね、はい、うん、例えば新しい曲ができた時とか、はい、まあ、練習があったらとか、はいはい、まあ、いっぺんやってみて、はいはい、でミュージックプロデューマネージャーの、はい、ハイさんに、はい、こんな曲いかがでしょうなんて相談しにね、そうですね、うん、そういう意味合いでね、そうですね、オープンマイク出せてもらえたら ね、 ありありね、はい、いうことでございますね、でこの間も、はい、なんかハイさん、はい、オープンマイクの時に、はい、歌っていただいてて、ああそうでしたね、なんかサイモンさんという方が、はいはい、なんか音源を取られたような、そうなんですよ、取られてしまいまして、ね、はい、うん、それを天の声さんが入手して、はい、そうですね、今日なんか流してもいいかなっていう感じでですね、ね、まあでも天の声さんのね、勝手に仕上がれっていう感じでね、勝手に仕上がれ、はい、1曲と言わずも2曲ほど聴かせてもらいたいなと思うんですけど、はい、まず1曲目は1曲目は、はいはい、背景の曲で、ピエロです。どんなに懐かしく辛くても
私あなただけに見てほしい。私が愛することはあなたの命を。ということでございましてですね、はい、なかなかこう綺麗にこうね届かはりますね。そうですね。ね、はい、あのちょっとこう臨場感があって、なんか実物より良かったですね。いい感じか。いやすごくいい感じだった。はい。うん。ね、ありがとうございます。本当にあのお店はこう、はい、ね僕もね昔のこと思い出すんですよ。あ、そうなんですか。ね、23、4、5、6、7ぐらいのね、はい、時に、うん、あのあるお店、ね、あのマスターと友達になって、はい、よく遊びに行ってて、そこで本当にもうね、あのギターの弾き語りだってね、その感想も何もっていう感じで、ただパランパランだけどね、はいはい、うん、よくやってた雰囲気に似てるんですか。似てましたですね。あ、ありがとうございます。歌い方まで変わってしまいそうということでございましてですね、完全で僕歌ったよなんてね、はい、もうね、ね、本当にね、うん、あのちょっといつもと違う徳さんでしたね。あれ撮っておけばよかったですね。そうですね、撮ってなかった、まあ、あの時はね、あ、そう、いや、自分では分かんないんですよ、うん、あ、そうなんですか、うん、自分ではそんな感じで、まあ、そんなちょっと歌い方変えた方がいいかななんて急に思ったんで歌い方書いたんです。いやでもあの日聞いててくれはった方が、うん、やっぱあの徳さんよかった言って寝て待てました。いやいや本当に本当に最近上手になったでしょ。いやいやとんでもないです。でも本当にそういう風に言っててくれはって、うん、まあまあね、いやゆるっと、はい、ね、うん、あの天の声さん、ほらサイモンさんもねやりやすかった言ってはったんちゃう。いやもう緊張してました。緊張されてた。一曲は緊張してました。僕ちょうどその時ね、そのドアの向こうでギター準備してたんですよ、はい、でもあのドア越しですごく気持ちよさそうにね、あのきっとドア越しなんであらが聞こえてなかったんだと思います。あら、はい、あらですね。はい、2曲目はね、うん、緊張してなかったんですけどね、うん、いやすごくいい感じで ね、うん、いやいや聞こえてました。2枚ドアだからでも音漏れないね。
あんまり漏れないですね。でこう入り口の方も漏れないもんね、はい、ドア2枚だからね、そうですね、ほとんど聞こえないんですけどね、それはいいお店で、ぜひですね、このラジオでね、お聞きの方はですね、はい、あのカフェローズっていうふうにこうネットで検索していただいたら、ね、はい、CAFEROSE にね、はい、検索してもらったら、はい、いつ行くかこんなにねライブやってるよとかね、はいはい、飛び入りでこんなんあるから、はい、誰が来るか分かんないけど楽しいよとかね、はい、うん、ちょっとあの仕事帰りにね、はい、こうフラッと寄ったらね、場所はね、アピア、アピア、アルプラザです。アルプラザ、アルプラザの前のサルビアタウンっていうところですね。駅前の平和堂じゃなくて、前の大英のとこですね。はい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 、はい、うん、で車の方はですね、いわゆる前の市民、近江八幡の市民病院の跡地にね、はい、置いていただいて、置いていただいて、ね、うん、はい、それはそうとさ、はい、そのカフェローズさんの、はい、ライブも含めて、はいはい、ハイさんの関わる、はい、ライブ、ちょっとライブ告知いつも時間より早いけど、あ、はいはい、あ、そうですね、ね、はい、一つずつ、はい、一つずつ、ね、一つずつ、はい、もう一度に言われても覚えきれないから、そうですね、はい、じゃあ、うん、ちゃんと、はい、メリハリをつけて、はい、了解しましたまず一番目はまず一番、はい、日にちが近い、近い、はい、今度の土曜日ですね、あらあら6月の4日、6月の4日です、第1土曜日、第1土曜日です、はい、はい、これはこれは、ソウルフルナイト5、ソウルフルナイト、はい、杉本敦彦が、はい、今年もやってきます、東京から、はい、杉本さんがやってくると、はい、はい、場所は場所は、この時は、安野バリハリさんで、安野バリハリさんね、はい、はい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 、安野バリハリさん、まあまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいね、分かりやすいですね、電車で来られる方はですね、安野こう、北口なのかな、東口、東口、ね、東口降りられて、はい、とことっとこと行くと、大きなね交差点、信号のある交差点があって、 そこ見に行くと、安病院、安病院ありますとか、安の郵便局あるんですけど、はいはい、もちろん森の熊さんっていう ね、喫茶店もあるんですけど、はい、それを越して、数十メーターぐらいの右手に ね、はい、バリハリさん、はいはい、6月の4日の何時オープンですか、6月4日の4時半、4時半、はい、4時半土曜日の4時半が会場ですね、会場、はい、で5時スタートになります、5時スタート、はい、ちなみにチャージの方は、チャージは、前売りが、2000円と、はい、あ、そうですね、2000円とそれからあのドリンク代が別途500円という形になります、はい、はい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 、前売りっていうのはこう、あのハイさんのホームページかなんかにアクセスしてもいいの、あ、そうですね、それでも結構ですし、うん、あの直接バリハリさんの方で、うん、はい、アクセスしてもらっても大丈夫です、あ、なるほど、はい、ネットで申し込んでいいわけだ、ネットで申し込みもできます、ね、なるほど、はい、もしくは、はい、まあ、メールアドなど、うん、Facebook の、うんうん、あのメッセージなど何でも結構なんですけど、はいはいはい、前日までに連絡いただいたらもう前より扱いにさせてもらいますので、なるほど、当日行っても、はい、ミュージックボックス、ボックスを聴いたよって言ってもらえば、はいはい、なるよね、はい、そうします、はい、なるよね、はいはい、なるほど、そうか、もう一度お聞きしたいんだけどな、はい、あ、僕は行っときますよ、行ったことありますよ、あ、そうですね、あ、はい、そうなんだ、もういつかちょっとね、いつかにコンサートするんです、あ、そうですそうですね、うん、なんか引きずりそう、うん、あ、かもしれないですね、うん、だからちょっと僕はね、確約はちょっと難しいかも、はい、ということでございます、ね、ですね、はい、ぜひね、はい、今日お聞きの皆さん、はい、ね、もうほんとこのね、僕はもう何だ、徳さん聞いてないのよくいいよっていう話なんだけど、いい、もう歯医さんがね、この人はすごいっていう方だから、まあ、歯医さんがすごいっていうのは本当ね
もう本当に滋賀県の中でもね、本当にすごいという方はそうそうね、いない中で、まあ、最近ちょっとお上手になったから言うけどね、はい、皆さんすごいです。いやでも本当はあのすごいあれですよ、うん、もう見に行く価値あり、聞きに行く価値ありますよ、はい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 、で、うん、もうやっぱり年々やっぱりいろんなところで、うん、あのライブをこなしてきてはるので、はいはい、こうパワーアップされてますし、うんうん、喋りもすごくなってますし、喋り徳さん抜かれたらもういや僕喋りは得意じゃないですよ本当に、本当に僕は意外とね、MC 向きではないんだよね、ネタです、うん、はい、今のがネタなんですね、まあ、いやいやいや本当ね、でもね、ええ、そうか、一度は聞いてみたいなと思うんですけどね、ええ、ぜひ、でもまた毎年来てくれはりますので、うん、はい、僕もこううまくこうね、日にちがこう合えばね、はい、ぜひ、はい、お会いしたい方ですよね、はい、はい、杉本敦彦さんを招いて、はい、ね、6月4日バリハリ、はい、ね、午後4時半オープンの5時スタートと、5時スタートですね、いうことでございます、はい、この時ハイさんも演奏するの、セッションかなんか、この時は、セッションで演奏させてもらうのもありますし、うん、あと、バンドの方で、うん、モダンローズで出演させてもらったり、はい、なるほど、はい、あと、地元のバンドで、ブレイクダウンさんもはい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 、はい、一緒に出てくれ、なるほど、はい、じゃあ杉本さんはもちろんメインなんだけども、はい、あと 3,4 組はこうね、そうですね、出演されるということでございますね、はい、楽しみでございます、はい、ぜひぜひ皆様、おいでくださいませ、その次はその次は、うん、はい、ではちょっとペラリといきまして、なんか今日は紙芝居風ですね、紙芝居風ですね、なるほどなるほど、トトンと、はい、昔々あるところにハイさんとケイさんがおりました、あら乗ってきたね、はいはいはい、はい、ハイさんはカフェローズで芝刈りに芝刈りかい芝刈りじゃないの、芝刈りでしたね、はいはい、はい、うん、毎日ケイに芝刈れております、そんなことない、そんなことない、ケイちゃん優しいいい子だよ、そうですね、うん、はい、ちょっと天然っぽいけど、はい、私の口からノーコメントです、はい、はいはい、で、うん、カフェローズ、はい、カフェローズさんのね、はいはい、イベントがあるブッキングライブですね、ブッキングライブ、はいはい、それが今月の、うん、12日日曜日、12日の日曜日、はい、はい、こちらが、うん、まどかさん、まどかさん、うん、愛ちゃん、はい、花柄ひとりくん、おお花柄くん、はい、うん、それとハイさんで、ハイさん、はい、なるほど、4組、4組で、はい、なるほどなるほど、その日も夕方の、これは、何時、お昼ですね、お昼、はいはい、2時半オープンの、はいはいはい、3時スタートになります、ああなるほどなるほど、はい、はい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 、なんかちょうどあのおやつ時間という、なるほどね、はい、はいはいはい、おやつなんかこうプリンとかね、そうですね、なんかこうケーキとか食べたいね、はい、ええ、スイカも食べたいね、スイカいいですね、ね、はい、そうか、スイカ買っていこうかな、スイカでまたこう種まきするんですね、あ種まきね、なるほど、はい、ダメだよ、店の中にブブブしたらまたね、はい、もうおとなしいケイちゃんに怒られちゃうよ、そうですね、ね、また芝刈りに行きますね、6月の12日の2時半、はい、ね、2時半ですね、オープン3時スタート、はい、ね、この日はチャージの方は、この日はチャージが、1300円ドリンク付きとなっております、あ、ドリンクはついて1300円、はい、あ、なるほど、あと、スイカはついてこないね、スイカは残念ながらついておりません、はいはい、分かりました、はい、で、うん、中高生が1000円なるほどワンドリンク、はいはいはい、小学生以下は無料ワンオーダーでお願いしますということです、そうか、孫を連れていこうかな、はい、皆さんこぞっておいでください、なるほど、はい、はい、12日ね、12日、その次はまだなんか、まだ紙芝居なんか出てくるの、はい、トトンといきます、お、はい、お、まあまあ今月の、うん、イベントなんですけど、うん、はい、はい、あと今度は、18日土曜日、18日の土曜日、はい、はい、この日には、うん、365日ライブでおなじみの、お、あの彼だ、あの清文さんが
はい、はい、ご来店でございます。久しぶりだね、滋賀県。久しぶりなんです ね、はい、うん、ずいぶん会ってないね。あれ、去年の夏あった？会いました。去年366ですよね、あの時はね、はいはい、の真っ最中だったんですよ。去年マーガレットじゃなかったっけ？ああ、去年マーガレットです。去年マーガレットで清美ちゃん出たんじゃない？一昨年です。一昨年でした、あれ。はい、あ、そうなんだ。はい、じゃあもう2年近くは会ってない。去年はだから366日の真っ最中なんで、うん、ああそうか、一応連絡したんですけど、もう他のところのライブが決まった、うん、ああそうか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 、はい、うん、一昨年だ。そうですね、なるほど。仲良くなってないです、はい。もう清文さんの世界はね、はい、もう一口では語れない。そうですね、うん、本当にこう息を止めて聞いちゃうという感じだもんね。ですね、ね、はい。で、清美さんはもちろんメインということで、はい、そのこの日は、うん、一応他6組、はい、あれ6組さんの、15分枠を、はいはい、取らせてもらって、6組さんが2曲ぐらいやった、あと12曲も、そうですね、聴けるわけだ。12曲聴きます。おいしいね。おいしいです。誰で決まってんのも、今のところ3組さんだけ。はあ、はい、聞いていい？はい。いやって誰かって聞いても大丈夫？大丈夫です、うん、大丈夫です。誰が決まってんの？サイモンさんと。はいはいはい、はい、ああ、はい、あのサイモンさん、あのサイモンさんです。はい、はい、なるほど、はい、うん、それとトモさんと。おお、はい、あのトモさんね。あのトモさんです。はいはいはい、はい、それと、うん、徳さんと。あの徳さん、あの徳さんです。聞かなきゃ言わないあと3組？あと3組さん、ただいま大募集中です。ああ、そうかそうかそうか、はい、多分早紀さん出るんじゃない？かもしれないです。そら歌わなきゃいけないよ、はい、いやね、そらもう本当に、あともうキッチンだとか任せてて、ね、うん、そうか、それが6月の18日の土曜日ですね、はい。ちゃんと俺メモしとかないとね、はい、忘れといけないね。はい、何時スタ、え、何時何時何時、え、何時スタート？はい、こちらが、うん、18時オープン、はい、6時オープンですね、うん、はい、スタートが6時半からになります。なるほど、はい、これはそうかそうか、土曜日か。土曜日ですね、うん、お仕事の方でもね、そうですね、6時にはこう、うん、ね、来ていただけそうな、ね、来ていただけそうな感じですね。感じですね、はい、はい、まあ、チャージ聞いたっけ？チャージ、あ、そうですね、うん、チャージの方は、もう皆様500円ワンドリンクという。500円でワンドリンクがついてくる。はい、まあ、正味のところ、あのドリンク代でございます。ほんとだ、はい、でもさ、ほら、はい、清美さんプロ活動されてるのに。そうなんですね。でここでちょっと初めて の、うん、あのうちの店では初めての企画なんですけど、投げ銭ライブという形でさせてもらおうと思います。はい、素晴らしかったと思ったら、はい、ね、はい、ドサッとチャリンじゃなくてドサッとドサッとドサッドサッはちょっと大げさですね。ね、ちょっと盛りすぎましたね。それなんか一万円札で例を作んなきゃいけなくなっちゃうじゃん。そうですね、はい、うん、ペラッとペラッとねペラッとおかしいですね、それみたいですね。ペラッとね、はい、なるほど、はい、そうか、うん、身に寄せてもらいますよ、はい、ありがとう。いいえ、違いますやん違いますやん。ああ、そうか、はい、お歌をよろしくお願いいたします。あ、いやいや、言っときますわ、はい、言っときよろしくお伝えくださいもう天の徳さんかいなことでね、はい、たくさんのね、はい、こうとりあえずまあそこら辺までの、はい、告知ということでございましてですね、はい、復習しますと6月4日に住本敦彦さんがですね、はい、安のバリハリにやってくる、はい、ということとですね、6月の12日にね、はい、カフェローズさんでね、はい、お昼2時半オープンの3時スタートの、はい、ブッキングライブがあるということと、はい、6月の18日の土曜日、うん、ね、清文さんがやってきて、はい、
その前に、はい、15分枠で、はい、6人が歌われると、はい、6時オープンの6時半スタートと、はい、いうことでございますね、はいはい、たくさんの告知ありがとうございます、ありがとうございます。この話ちょっとさ、はいはい、かなりもう力入れて、はい、したから今日せっかくほらギターも見えてんだよそこに。ハイさんがギター持ってきてくれてるからさ、はい、ちょっとさ 2,3 分の曲なんかさ、インストかなんかちょっとせっかくだからやってよ。だってこんだけライブ告知喋ったんだから ね、はい、ね、もう喋るのも疲れただろうし、はい、ちょっとギターで語ってよ。ギターで語るんですね、はい、どんな曲、ね、まあ代表的なというかね、ハイさんの好きな曲でいいよ。そうですか、うん、どうしましょうかね。では前にも弾かせてもらったことがあるんですけど、何だろう、ね、背景の曲で、うん、インターバルという曲。インターバル、はい、はい。優しい音色だな。じゃあこの続きでさ、はい、ほらね、はい、天の声さんがはいはい、あね、撮っていただいてる、もう一曲ね、はい、もう一曲です、聞かせてもらおうか、はい、曲紹介、はい、では、またまた背景の曲でブルームーン。シャルラこんな素敵な夜は
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど OA 機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸い町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は074823-2233、074823-2233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして、滋賀のライブ情報のコーナーで、ございます。6月の4日、ね、第1土曜日ということで、第1土曜日はロッキーライブということでございましてですね、竜王町の山の上でございます喫茶ロッキーの2階で行われます。出演者はですね、宿屋さん、ゆうたいさん、みーちさん、メトロポリタンスパゲッティ、この4方になっております。同日でございますが、6月4日はですね、杉本敦彦さんが東京からお越しいただいて、安のバリハリで、ライブがございます。こちらの方は時間の方はですね、
夕方の4時30分オープンの5時スタートという形になっております。そしてですね、12日の日曜日でございますが、こちらセオンドーさんからいただいておりますセコンドルームライブというのがございます。こちらはですねチャージは2000円ということで、こちら京都の向こう市にございます、セコンドルームとライブカフェセコンドルームというところで、行われます。オープンスタートオープンが17時30分スタートは18時ということでございます。そしてですね、カフェローズさんからいただいておりますね。6月12日の日曜日、近江八幡のカフェローズオープンは14時30分、午後2時30分ですね。スタートが3時からということでございましてですね、出演者はまどかさん、あいさん、はいさん、花柄ひとりさんということで、料金の方はワンドリンクがついて1300円、高校生以下は1000円のワンドリンク付きということになっております。そしてですね18日の土曜日でございますですね、千運堂さんからいただいております大津のブロッコリーライブということで、夜の7時スタートになります。居酒屋ブロッコリーというところでございますね。はい。そしてこちらチャージの方が1000円となっております。同日6月の18日の土曜日でございますが、近江八幡のカフェローズで、ブッキングライブということでございましてですね、こちらの方は清文さんね、全国ツアーをされてます清文さんが来られます。その時にですね、他6組さんが出演ということで15分枠で、6組さんが出られます。サイモンさんとかミュージートク私でございますね、それとともちゃんなんかもこう出演されると、あと3組ね、今進行中でございましてですね、スタートが6時30分のスタート、6時のオープンですね、はい、6時30分のスタートということで、なんとチャージの方がワンドリンクがついて、500円ということでございましてですね、投げ先生という形になっておりましてですね、あよかったなと思えばねペラリッとこうね、お入れいただくというスタイルになっております。そしてですね25日の土曜日、こちらはですね瀬音堂さんからいただいております。こちら妖怪人のですね、サヤムエラワンというねタイの料理店があるんですけども、そこでですね、スペシャルライブが夕方の7時からスタートします。チャージの方が1000円、オーダーは別途用ということでございましてですね、少し早いんでございますがですね、決定しましたね、第3回救急ライブアット奥円源寺渓流の里ということで、もう3回目を迎えます。日にちの方はですね7月の24日の日曜日でございます。スタートはですね、午前10時30分、ね、昼からね飛び入りもあります。場所は道の駅奥永源寺の渓流の里で行われます。出演者はですね、スネークさん、ミーさん、青木戸さん、瀬音堂さん、カナさん、ケールさん、ミュージートク他ということでございます。飛び入りの参加費は無料となっておりますし、皆さんねたくさんの方ね、お昼食べがたらですね、ぜひお越しいただきたいということでございますね。はい。以上、滋賀のライブ情報のコーナーでございました。続きましてサイモンのこの1曲のコーナーでございますが、はい、天の声さんからお願いします。はい、今日はですね、はい、そうやね、サイモンのこの1曲やのに天の声からなんですね、はい、今気がつきました。今気がついた天の声のこの1曲にしなきゃいけませんねバレバレ、はい、今頃気づきましたね遅いね10年経ってきます遅いね、はい、今日実はですね、はい、もう一方お誕生日の方がおられます、うん、はい、誰でしょう。はい、シャーリーンさんですね。シャーリーン、シャーリーンなんですかね、シャーリーン、シャーリーン、シャーリーンでしょうか、シャーリーンでしょうか、僕は勝手にシャーリーンと呼んでますけれども、うん、ご存知、日本ではとてもよく知られた曲であります、うん、愛はかげろうのようにという曲があります。はい、 I've never been to me ですね。ああいいね、英語達者だね、全然、はい全然です。ですね、うん、このシャーリーンさんという方はですね、はい、愛はかげろうのようにという曲は、うん、アメリカでヒットしたんですね、はい、で日本でもこう流れてたんですけど、その頃は日本ではそんなにヒットしてなくて、うん、僕はその頃からね、わあなんていい曲なんだと思って CD 買って、当時はレコードかな、はい、なるほど、買ってしてたら何年後かに CM かなんかで使われて、うん、日本でも大ヒットしたと。うん、
なるほど、はい、でこの方も大変苦労しておられまして、うん、あの実はヒット曲はこの1曲しかないみたいなんですけれども、ま、うん、でもね、もともとねこの曲はね、うん、男性用として書かれた曲だったそうです。それをですねプロデューサーさんのロン・ミラーさんが彼女のために歌詞を書き直したと。なるほど。で、すごい独特な歌い方なんですよね。はい、だからもうまるでこの人のために作られたような曲、まあまあ詩を変えてそうなったんですけれど、うんうんうん、まあ、そういう曲ですね、はいはい、私大好きな曲でございます。ではかけ、お聴きください。シャーリーンで愛はかげろうのように。まあ、いろんな、ね、はい、お話をですね、もう今日は林さんたっぷりと、はい、ね、いろんな情報を聞かせていただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、ね、本当に結構ね、今日3週間ぶりなのに乗り良かったね、僕ね、ですね、自分で自分を褒めてあげたい、はい、ね、いうことで来週のゲストはですね、はいはい、この子いいよかなちゃん、かな、ね、まだ林さんも聞いてくださいね、はい、はい、ということで、今日はギタリスト林さんでありカフェローズのですね、ミュージック、はい、マネージャーの林、はい、さんもですね、はい、ゲストにお届けいたしました、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。バイバイ。